N1 といえばね、俺だから、俺が出ないことにはね、俺が出て当然でしょ。シングルは好きな方だ。もう過去のことはいいよ、あまり気にしてない。まあ今回のリーグ戦は、まあ、コロナもだいぶ落ち着いてきて、海外からの選手も来てるから、去年とはまた違う幅の広さだったり、また N1 が今年からまた一つステージ上がるんじゃないかなと思う。まあそうね、同じアクセスの塩崎剛は当然だね。まあ、今回 N1 という、舞台で、リーグ戦だからこそできる試合だから、まあ、星取りとかも大事なことかもしれないけど、まあ、純粋に塩崎剛を存分に味わいたいし、味わわせてやりたいね。まあ、あとは、まあ、今回海外の選手が、まあ、参戦するんで、まあ、初めて当たるダンサーの選手、あとはアクスリー、まあ、個人的には楽しみかな、まあ、楽しみというか気になってる選手。まあタイトルマッチでも負けて、今なおベルトを保持しているチャンピオンかな、まあどの大会もそうなんだけど、まあオンリーワンの戦い、俺にしか出せない空気感、戦い、そういったものを見せていきたいし、その上で、まあ、今回リーグ戦だから、まあ、シングルマッチなわけですよ。だから自分個人を存分に出せる試合ができると思うし、まあ世間もそうだけど、ファンに対しても自分という存在を示す舞台でもあると思うんで、しっかりとそこは出していきたいなと思って。今年もやってきたよ、俺の N1 が。今回 B ブロックでいろんな戦いがあると思う。でもその中で一番をまず手にするのはこの俺だ。しっかりと俺から目を離すなよ。ノアがお届けする灼熱の夏休み、アベマプレゼンツ N1 ビクトリー2023。 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日、エディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館。注目カードは A ブロックジェイクリー VS ジモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロックジェイク・リー VS 吉岡優輝、 B ブロック塩崎剛 VS 安西優馬。公式戦は A ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日、 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。 A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日、 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村良樹、 B ブロック塩崎ゴー VS
美肌でドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合、 N1 が下の大地に初上陸。8月19日20日の2連戦、シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロック、アダム・ブルックス VS 吉岡勇輝。 B ブロック、中島克彦 VS 安西優馬。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日 A ブロック、ジャイク・リー VS ジャック・モリス。 B ブロック、サヤ・マラブ VS ランス・アノアイ。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピット。 A ブロック、空王 VS 正木タミヤ。 B ブロック、塩崎豪 VS 佐野学。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎。 A ブロック、ジェイクリー VS ケンオー。 B ブロック、塩崎ゴー VS 中島克彦。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場。 A ブロック1位とB ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。